さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日は、気がついたら夕張に来ていました。そんでここは清水沢。この先に清水沢ダムが待っています。この先は駐車が厳しそうなので、手前にちょっくら止めさせていただきチャリン。Uターンします。続いて、左方向です。今月末でダム改修工事が終わるようです。このコンクリート構造物の中には、朽ち果てた古いオートバイが、自爆霊よろしく通行人に厳しいライトを向けています。昔のホンダベンリーではないかと思いますが、それ以上はよくわかりません。清水沢ダムは、北海道炭鉱汽船が、北端夕張炭鉱島に電力を供給するための自家発電用水力発電として建設。炭鉱の閉山により平成6年に北海道企業局に譲渡されました。重力式コンクリートダムで、高さ 25.4 メートル、低調長さ 91.8 メートル、総貯水容量557万6000立方メートル、1940年に竣工しました。クレーンの向こうの建物は北端の清水沢火力発電所で、平成4年に閉鎖となっています。4分の3ほど解体されましたが、残存施設の一部は陶器を除き有料での見学が行われています。ここからは、夕張のシューパロダムへの道です。清水沢ダムとは9キロ、13分の近さです。この動画では左折していますが、清水沢ダムから来たら右折が正解です。ウプ主がうっかり通り過ぎてしまったことは内緒です。夕張シューパロダムは、夕張川上流部に建設された多目的ダムで、その水たまりには農業用ダムだった大夕張ダムが水没してます。重力式コンクリートダムで、高さ 110.6 メートル、低調長さ480メートル、総貯水容量4億2700万立方メートルの、超大型ダムです。ウィキペディアによれば、北海道最大、日本国内でも最大級のダムとなっているそうです。ウプ主はシューパロダムくんとは相性が悪く、今まで数回来ましたが、
なんだかんだで一度しか到達していません。ただ、悪いのはよく確認しないでグループ主で、帰ってからホームページを見たら、ちゃんと書かれていました。というわけで、さっき思い立ってきたので、どうなりますやら。左側にダムが見えてきました。ダム下は10ピン買っています。うわぁ、やっぱり通行止めでした。ジ、エンド。この眺めだけで我慢です。冬季通行止めは4月17日までらしいので、18日から通れそうです。シュータロダム君には、冷たくあしらわれたので、しょんぼりして帰ります。ということで、この動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。4月18日以降に、リベンジ挑戦を固く心に誓って、尻尾巻いて帰ります。とほほ。そんなんで、再挑戦をお楽しみに。では、バイバイ。